鉄ボラ属は、アッキガイカミューリサイデーに属する貝で、体か5センチメートル程度の丸みを帯びた防水型で、殻口が広く、ラーバラ状に、ごく弱い突起が並ぶ。旋回性で、他の貝を捕食し、私有遺体。霊子ガイアカタイリニーに分類されたこともあるが、最近では、チリメンボラーからパニナエンに分類される。アッキガイカミューリサイデーの貝の特徴として、 この属の貝も粘液が光にさらされると紫色になることからパーピュラの名を持つ。地中海沿岸では紀元前からこれらの貝を集めて染料を取った。日本では江戸時代から鉄ラは知られ、武蔵石小飛きの目八部で紹介されている。この属に属する貝として日本や中国では以下の三種が知られている。パーピュラパナマ鉄ラ、パーピュラパーシカ細筋鉄ラ。 パーピュラブホ台湾霊ー禁煙の族の会としては、マンツァネッラ族の会のうち、トゲ状突起がない種マンツァネッララタ広口霊ーマンツァネッラインターミディアコイボテツ霊子は、鉄ボラパーピュラパナマとらの外観が似る。プライコプルラパチュラサラ霊子は空口が広く、トゲ状突起が出る。ありがとうございます。